きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあということで今日は2023年総括そして来季への課題というところで、はい、オリックスバファローズ、はい、リーグ3連覇でございます。いや3連覇、ね、まあ、日本シリーズはね最後の最後ね、うん、3勝3敗から負けてね、はい、日本一は逃しましたけども、うん、まあ、強かったですね。強かった。初めてマジックがね点灯して、そうです、ね、勝ったっていう ね、はい、3日転換じゃなくてね、はい、中島さん就任以来3連覇ですから ねえ、まあ、でも今年ね、うん、もう圧倒的というところで、はい、ね、うん、チーム防御率 2.73、うん、ね、1位、はい、先発防御率 2.611 位、救援防御率 2.93 は3位、うん、だからリリーフがちょっと危なかったんだね、はい、なんて言っても基本塁打73ダントツ少ない、はい、打たれてないんだ、うん、でフォアボールの数、うん、398と、うん、2番目に出してない、うん、フォアボール出さない、はい、ね、被打率2割2分5厘は2位、うん、でクオリティスタート率 53.15% は2位、うん、ね、で援護率 3.59 は2位、うん、っていうところでまあまあいい形だよね。いや、いいですね、うん、で打つ方も、はい、打率2割5分、うん、1位、うん、ホームラン109、1位、はい、ヒットの数1194、うん、1位、全部で、ね、出塁率 3.11 は、3位、うん、OPS680 はダントツ1位、うん、得点圏打率2割6分7厘もダントツ1位、うん、でフォアボールの数379個でワースト1位。選んでないってことですか。だから阪神と真逆。そうなんだ。フォアボールだって阪神500何個あったじゃん。500以上ありました。だって阪神とも200弱違うからね、オリックスは。でもまあセ・リーグはね、はい、あのピッチャーの前敬遠されがちだから、うんうん、チームのリーグ全体でフォアボールの数が増えるっていうところはね、はい、パ・リーグと比較するとあるんだけど、うんうん、379一番少ないんだ。そうなんだ。でもデッドボール63一番多い。めっちゃ当てられてますね。めっちゃ当てられてる、誰かわかんないけど、うん、で盗塁成功率6割2分7厘は、5位、うん、あ、そんな良くないんだ。盗塁数52がワースト1位だ、うん、でも走る選手おらんしな。あ、そうですね。そんなガンガンね、うん、バンドの数83もワースト1位だからバンドもしない。うん、で犠打成功率、8割3分4位、うん、利比25個も一番少ない、うん、で代打率2割2分6厘は3位、エラー数54個はダントツ一番少ない、うん、でダブルプレー106個も2番目に多い、うん、だからよ、うん、打ってはいるけども、はい、バントもしないから、うん、ダブルプレーも多い、はい、でランナー3塁で犠牲フライは打たない、うん、で盗塁はしないし、でフォアボールも選びません、うん、ね、うん、でも得点圏打率高いです、はい、1位です、うん、だから阪神とは真逆だね。そうですね、感じで言うとね、うん、その代わり得点圏打率高いから、うん、そう、こと細かい作戦せえへんで打って返すでっていう、うん、それがもう打てなかったら終わってたけど、はい、打てるっていうところが、ね、うん、強さの秘訣でもあるよね、うん、だから細かいところ見ると圧倒的に高い数字ばっかりじゃないんだよね。そうですね。で細かい野球をしない、うん、基本的には、はい、シンプルっていう、うん、でも打って返すっていう、でピッチャーしっかり抑えますみたいなね、はい、感じで、うん、ね、まあ、投手陣のね、うん、強さっていうのはしっかり出たかなっていうね、はい、まあ、ところで言うとなんて言ってもね、山本、うん、宮城、はい、山下俊平太、うん、負けへんからね、はい、山本 1.21 やで防御率、うん、23試合と16勝6敗、はい、ね、で宮城が 2.27、うん、22試合10勝4敗、宮城の 2.27 もすごいけど宮城より山本1点少ないから、はい、山下俊平太 1.61、うん、9勝3敗、山崎幸也 3.25、11勝5敗、うん、これが数字が悪く見えるような、なんか 3.25 がね、すごい良くないように見えちゃう。そんな悪くないのにね。でも6個貯金作ってますからね。で田島 3.09、6勝4敗、うん、ね、でなんて言っても東ね、途中から出てきて負けない男、はい、2.06、6勝、うん、これ完全に山下俊平太の穴埋めたような、はい、いなくなったところでね、リリーフがね、うん、宇田川 1.77、はい、46試合登板、4勝0敗、投げたら負けません。で、山崎総一郎 2.08、53試合登板、山田32試合 1.15、 これ左山田頑張ったよな、はい、左いないなかな、うん、めちゃくちゃこれ大きかった、はい、小木田 2.19、 よかったですね。よかったな、途中もリリーフエースクラスだもんね、うん、本田博美28試合、本田博美はなんかあんまりパッとしなかったよね、うん、で阿部49試合 2.70、はい、ね、比嘉31試合 2.25、うん、ね、山岡31試合、はい、山岡がね先発もしてさ、うん、山岡のリリーフも大きかったな、うん、
結果的にはいい形でね、いい感じありましたね。ソタに10試合1勝2敗、ソタなんか来年ね、はい、で平野42試合 1.13、うん、ね、防御率はいいけどちょっとヒヤヒヤ感があるのは俺だけですかみたいなね数字だけ見たらめっちゃ完璧に抑えてるけどヒヤヒヤ感の俺だけですか、オリックスファンの皆さん。この間ファンの女性言ってましたよね、うん、信じるって、あのヒヤヒヤしてるって抑えるのがいいって言って、うんうん、あれこそ信じしますって言ってた平野と、はい、その女の人のファンの人ね、うん、ねだからやっぱ投手陣えぐいよね、はい、うん、いやすごいな。であと野手はね、まあ、若槻がね2割5分5厘ホームラン6本、ね、はい、頑張ったっていうところもあるし、うん、森はねライトを守りながら2割5分4厘ホームラン18本、うん、ベストナインが森でゴールデングラブ若槻だったからね、はい、そんなチームもなかなかないよね。すごいですね。頓宮の3割7厘首位打者ね、そうファーストね、これ惜しかったですね、うん、これ吉田のね穴をね埋めたよね見事にね、うん、で、宗2割4分5厘宗がもうちょっと頑張ってほしいよな、うん、感じ的に言うとね、紅林2割7分5厘はここまでねホームラン8本、はい、我慢してね、うん、長嶋さんも使ってきた中でね、まあ、開幕スタメンはね野口に譲ったけどもね、はい、まあ、そこら辺もしっかり結果残したっていうところではすごかったしね、はい、で広岡もねオリックスに来て2割、まあ、成績だけ見るとパッとしないけど日本シリーズスタメン出てたからね、うん、そういった意味ではねヤクルト、巨人、そしてオリックスに来てね、はい、まあ、いい経験ね、はい、できてるし、でセリーの2割4分4厘ね9本塁打先制手段に出てきたけどね、まあ、途中ちょっとバレたりしながら最後代打とかもなってきたけど、であとは義母、義母頑張ったよな、うん、2割7分9厘ね、で中川2割6分9厘、佐々木チャンネル MVP だからね中川ね、いろんなポジション守りながら茶の開幕スタメンね、育成から2割3分7厘 ね、ちょっと途中ね息切れしたからっていうね、杉本2割4分2厘ホームラン16本、うん、1年間そろそろもうちょっと頑張ってほしいよな、だから途中でいなくなるからね、うん、でも打撃陣もねいい形であの全員がねポジションポジションで頑張れたかなっていうところもあるけども懸念材料あるんだよ。何材料ですか？懸念。シュウィンデル知ってる？シュウィンデル、ああシュウィンデル。知ってる？なんかちょっと懐かしい感じが。当初いた外国人どこ行ったんっていう。うん。シュウィンデル。はい。コットン。うん。ミックス。どこ行った？そうですね。もう記憶ある？プレー。プレーの記憶。まあ、あの最後のゴンザレスぐらいしかイメージないです外国人選手。僕はコットンは。ことあります、チェンジアップね、チェンジ出だしのチェンジアップめっちゃいいやんと思ったけど幻だったら簡単にスコスコまっすぐとかスコスコ打たれていって、あれ下手したらわからんよ、癖で出てたら、確かに下手したらね、多分ゴンザレスもねワールドチャンピオンだったけどちょっと2割1分7厘はな寂しいよね、そうですね、正直ね、まあその中で来季に向けて外国人補強ね、セデーニは残留、はい、ゴンザレスは来季見て、はいはい、コットンは右肘検査でもう帰国してて、ニックスは腰の検査で帰国してます、はい、でシュインデルはこのまま退団、もうそもそもおらへんやん日本にそうですね、でワゲスパックとゴンザレスが見て、外国人に頼らないで来たからね、いや結構もうここ数年そうじゃないですか、うん、これで外国人いたらやばかったよな、そうですね、もっと強いよね、うん、でも来年ね山本と山崎幸也いなくなるから、はい、その2人10勝消えるんですよ、うん、消えるけどもね、山崎チャンネルは推しの気合いの若手ね、はい、まあ、曽谷が来年はローテーション回ってくれるようになってくるでしょう、であと斎藤京介ね、はい、いいですね、これいいからね、うん、でそれから前くんもいいんでしょ、前くんほっとり、うん、この注目してください。あ、そうなんだ、はい、日高もいいんでしょ、いいっす、うん、でね、こう佐伯ね、はい、で支配下なるんですよね、うん、これ支配下になると思う、うん、なる、うん、ね、なる、支配下になるんだもんね、はい、うん、なんなかったらね、はい、大変なことするからね、入れなんかちょっと罰ゲームあるらしいんで、ね、支配下になんなかったら大変なことある、はい、で、ムクノキレンね、うん、いや、戻ってきますね、きっとね、うん、帰ってくるだろうから、うん、この選手たちがねこの2人の穴を全員で埋めていくと思うんだよ、オリックスはどんどんこう新星が出てくるイメージありますね、若いところから、そういったところではね抜けるの大きいけど、うん、西川も入ってくるし、いや打が増えるじゃないですか、それが、ね、西川選手大きいな、ね、うん、まあ、唯一の懸念はまだ発表されてないけども、はい、人的だね、そうですね、誰が抜けるのか、前君とか抜けちゃったらどうする、前君日高、いやでもそこら辺プロテクトしすぎると もう上がね、うん、プロテクトできなくなるから、うん、ね、あと吉田康生ね、そうそうですね、うん、オリックスに来て開花するかどうかだね、うん、勝負だね、吉田康生もパッと
入れるかっていうのは入れないですからね。いやこのね投手陣だとね、いやそう下からの突き上げが強いチームだから。でも野手も強いよ。レフト西川、センター中川、ライト、杉本、宗、で、紅林で頓宮、でキャッチャーが森と若月でしょ、セカンドだけだな、間違いない野口でしょうね、入ってくるから野口義母、で足立が高知県人だからね、でも茶野とかもね、あと大高 ね、大高は怪我から、復活もあるからね、ここら辺もプロテクトしなきゃいけないから、どうなんだろうね。そうなんですよ、なんか私もずっと期待してる北くんとかもそろそろ出てきてほしいし、北プロテクトされなかったら、おい、そうですね、どうなるんだろうね、まあ、そういった、まあ、そういったところでね、はい、だからオリックスはこのままの流れではいかない、来年は確実に、そうですね、で若手がどこまで伸びてくるかが、まあ、4連覇に向かってはっていうところもあるし、小技しないから、はい、打たなかったら終わりだからね、はい、そこら辺どうなんだろうね。そうですね、だから俺阪神とは真逆だからね、フォアボールも少ないし盗塁もしないし、バントもしないし成功率低いし、犠牲フライも打たないけど1位、はい、すごいね、オーダーも違うし、そうですね、オーダーも違うし、だから選手躍動だね、いやでもやっぱ 来季こう抜ける人とかを見ると阪神ってなんか来年ももう強そうだなって感じありましたけど、だそこら辺だね、でもまあ西川入ってくるからね、まあ、ピッチャーは週1だけど野手ずっと出てるからね、そっか、まだちょっと未知数なところありますね、そうそうそう、あのその若手の、だから若手の伸びしろをね、こうキャンプオープン戦と見ていくとね、皆さん楽しいと思うんでね、はい、そこら辺は追っかけてみるとね、どうかなっていうところもあるんで、いや楽しみだな、まあ、4連覇ね、はい、どうなんだろうね、これで4連覇したら本当すごいですよ、すごいよね、あとは俺は佐伯君が、はい、やっぱ試合感になるかどうかだけを注目してるんでね、いやもう里崎チャンネルめちゃくちゃ推してますからね、でも知ってる、オリックス関係者里崎チャンネル見てる説あるから、いやあるね、あるある、トレードに出してあげた方がいい選手、一人以外、はい、村西以外、全員トレード出たから、え、あ、そうなんですか、黒木ね、近藤ね、あ、近藤、吉田亮、吉田亮、漆原、近藤、黒木って言ってて、言って3ヶ月でトレードになったっていう、吉田亮は戦力外で、はい、ロッテに、そう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 、でもこれ、オリックスの人が見てるか、それとも、まあ、佐藤さんのもう視点がめちゃくちゃいい、だからあのツイッターでは、ね、そう X ではツイートされてるのが、はい、オリックスのフロント佐々木チャンネル見てるなかっこ笑いとか、はい、里崎がすげえのか、そうもうオリックスが賢いのか、はい、って書いてる人、どっちかですよね、まあ、どっちにしろいいですよね、すごいですよね、でもね、であとは漆原も西川の人的保障の可能性もあるからな、ね、とかね書いてる人もいたり、ね、いやこっからそう人的が誰になるのかがね、DeNA の人も見てる説あったけど、はい、とうとうオリックスも見てる説あるんだ、はい、70万人もいますからね、70万人もいるからね、はい、でもねそうやってあのいらないから出すんじゃなくて、はい、使えるから出すんだから、ね、そう期待されてるからってことですよね、そうそうそう、だからそういった面ではね、そのトレードにね出た選手移籍する選手もね、頑張ってもらいたいと思うし、はい、まあ、オリックスはやっぱりね阪神の違うところ突き上げね、突き上げ若手の突き上げをね、ちょっと楽しみに見ていきたいなっていうところもあるんでね、はい、4連覇するかどうかでね、ね楽しんで見ていきましょう、はい。